キョン動画は久しぶりに PS5 の特許動画というふうになっております。特許の内容は右の画像を見ればわかるかもしれないし、わかんないかもしれない。ジョイスティックに関わるものです。PlayStation 5のデュアルセンスコントローラーにもね、2つ搭載されておりますけども、こいつらに関わるものです。左の方ね、タイトル書いてあります。これ読んでやると、液体を用いて収縮可能、伸縮可能なジョイスティックを用いたテレビゲームコントローラーというふうなものになっております。で、この特許ね、海外のメディアアウトレットとかで結構抑えられているんですけども、意外と原理についての説明とかはあまりないので、その辺に入っていこうかなと。まあ、どちらかというと重要なのは原理というよりは、その原理を通して何か可能になるのかではあるので、それももちろんこの動画の最後の方で話していこうとは思いますけども、まずこの特許の内容の原理の部分ですかね。そちらに入っていこうと思いますけども、こういった特許相変わらず、画像の方を見た方がよっぽど分かりやすくなりますんで見ていきましょうか。でこれですね、フィギュア5をご覧ください。こいつが一番分かりやすい、もしくは6、まあ大体同じものではありますけども。ってことでこれで話していくんですけども、この左の609と604が、ジョイスティック本体というふうになっております。でこの下の、車線ですね。車線が入っている部分が液体が入っている部分。で、その液体は605。まあ、何らかの通路を通じて606と繋がっております。で、この606は、ジョイスティック本体ではない、どこか液体を保存するための場所というふうになっております。で、607と608は、この、保存された液体に対して作用するためのものなんで、この607、608、ここではピストン的なね、メカニズムを用いておりますけども、このメカニズム自体は何でもいいというふうになっております。と、そこまで話したところで、じゃあこの液体が何のためにここにあるのかっていうことにね、ついで話していこうと思うんですけども、この液体っていうのは、ジョイスティックを伸縮させるために、ここに存在しております。具体的に言うと、この、まあ、ピストンなり何か他のメカニズムなり何でもいいんですけども、こいつが圧力を向上させたとする。そしたらこの606の圧力、このシリンダー内の圧力が向上して、結果その圧力を逃そうと605を通して左向きに液体が進んでいきます。で、左向きに液体が進んでいくんですけども、この左向きに進んだ液体は、この604のシリンダーに圧力をかけます。604のシリンダーに圧力がかかった結果、609の断面を通して、ジョイスティックに上向きの力が働きます。上向きの力が働くということは、ジョイスティックが、まあ、親指に向かってニュッと出てくるっていうふうなことですね。逆のことも可能で、607、608のメカニズムを通して、右のシリンダーの圧力を弱めてやること、圧力を下げてやることによって逆の作用が段階的に働いて、609の断面を通してこのジョイスティックが逆に今度は親指から離れるようにコントローラーの中に向かってニュッと沈んでいく、そういったメカニズムが出せるようになっております。でここで液体っていう風なねことをずっと言っておりますし、特許の中ね読んでやると、これじゅーっと下にスクローリングしていくんですけど、フィギュア6ですね、今見ているのは、フィギュア6ここのパラグラフなんだけど、このパラグラフの中ではあれについて話しております。非ニュートン流体っていうものについて話しておきます。で、この非ニュートン流体っていうのが何なのかというと、水溶き片栗粉のことです。もちろん水溶き片栗粉以外にも、ここではポリビニルアルコールのポリマーゲルであるとか、あとは、ポリジメチルシロク酸、これは知らないけども、そういった物質について言及されているんですけども、そういった物質で作れる、まあ、水溶き片栗粉のようなものです。性質としては、普段は液体のような感じ。水溶き片栗粉も、スプーンとかでぐるぐる混ぜたりすると、まあ、液体のように動きますけども、よくテレビとかでやってるのを見たことありますかね。こう、水溶き片栗粉をぶん殴ると、意外と沈まないんですよね。こう、弾かれるんですよね。結界みたいなもので。それが非ニュートン流体というふうなもので、強い圧力をかけると、性質が液体から固体に近づくような流体のことを指します。非ニュートン流体っていうのは。で、それをここで言う、この圧力を調整することによるメカニズム、スティック収縮のメカニズムに流用できないかというふうなものになっております。まず、液体の性質と固体の性質、この2つをね、別々に利用する必要が当然あるんですけども、液体の性質を利用するのは、こうやって、その、右側のシリンダーの圧力を調整することによって、スティックを上下させる。このメカニズムには、やっぱり、液体の性質が必要なんですよね。この左のシリンダー内の液体の量を調整しないといけないんで。ですが、普通プレイしてる時に中に液体入ってたらよれちゃうんですよね。この中液体なんで、スティックがゆるゆるになっちゃう。
で、それを避けるためのメカニズムとして非ニュートン流体の固体の性質を用いているのだと思われます。っていうか、特許マジ読みづらい。自分が読んだ限りはそういうニュアンスとして受け止めました。これはスティックを、まあプレイヤーがね、使うときっていうのはそこまでゆっくりと倒すもんではないから、素早く倒したりするとなると非ニュートン流体の性質として素早くスティックを倒した時には硬くなる。おかげでそういった中が水だからゆるゆるとかヨレヨレだとかそういうことにはならずに比較的ちゃんとしたスティックの性質を保つことができる、そういった風なものという風になっております。自分が理解できたのはマジでここまでなんで、ここの辺で、特許の内容の説明は終わります。ここからは特許の内容を実際の機器に使うことでどういったことが達成できるだろうか、そういったことについて言及していこうと思うんですけども、まず一つ、この特許で、話されていたのはスティックがこういうメカニズムを通して伸縮するというものです。で、しかもその伸縮は、右のシリンダーですね、の内部の圧力を使って調整されるものですので、例えば強い圧力をかければスティックがニュッと出てくるし、弱い圧力をかければスティックがニュッと出てくるみたいなね、ことが調整可能になります。ここで L3、R3 を思い出してほしいんですけども、普通だったらカチカチできるじゃないですか。右スティック、左スティックそれぞれ。そのカチカチができない代わりに、押し込みであるとか、こう強い押し込み、弱い押し込み、強い押し返し、弱い押し返し、そういったものが導入できる形というふうになっております。なので、まあ、アダプティブトリガーか。アダプティブトリガー、この L2、R2 のね、やつが、プレイステーション5のデュアルセンスコントローラーでは導入されておりますけども、それのアダプティブトリガーと似たようなことができて、スティックを押し込んでくださいと言われた時に押し込みます。でも、押し込む強さによって押し返される硬さが違うとか、どういうシナリオにおいて押し込んでいるかによって、押し返される強さが変わったりとか、そういうことができるんじゃないかと思います。で、自分自身これいろいろ考えてたんですよね。ここまでの説明がこの特許何ができるかの部分なんですけども、じゃあ何ができるのかを分かった上でどういうシナリオにおいて適用するのが適切だろうかみたいなね、そういうことも考えてみましたけども、やっぱりこういったスティックの細かい調整とかっていうのは、没入感を強めることに使いたいんじゃないかというふうに思うんですよね。ってことで、没入感といえばやっぱり VR。プレイステーション VR2 のムーブコントローラーじゃないわ。センスコントローラーだっけ？ムーブコントローラーは古いやつですね。とにかく、あの VR のコントローラーですね。あのコントローラーに使ったりしたら面白いんじゃないかと。結局 VR では、物をどれくらいの強さで握るのかっていう要素が存在するじゃないですか。で、もちろん、ハプティックフィードバック、あの超高性能なモーターを使ったブルブル振動、あれもプレイステーション VR2 のコントローラーには含まれておりますので、そういうメカニズムを通して何かを掴んでいる感覚であるとか、何かが大きい感覚、ちっちゃい感覚っていうのは表現できるとは思うんですけども、その VR2 のコントローラーにはスティックが搭載されていて、そのスティックも当然親指で押し込むじゃないですか。で、その親指で押し込んだ時にどれくらい抵抗するのか。で、例えば押し込んだ瞬間にすでに最低まで縮んでいた場合っていうのは、ちょっとちっちゃいものを掴んでいる感じがしますし、逆に満パンまで詰め込まれていて、スティックが一番長い状態まで出ていれば、それはもちろんちょっと大きめなものを掴んでいる感じがすると思うんですよね。そういった没入感を演出するためにもありじゃないかと思いますが、ここまで言ったところで一つだけ注意点。あくまでも特許ですので、これが必ず製品化すると限った話ではありません。もちろん面白そうな技術ですし、これで面白いことをやってほしいんですけども、まあ、電子機器に液体入れてる時点でちょっと怖いですよねっていう話で、なんで実用まで行くのか、私はわかりません。まあ、ソニーにしかわからないと思います、それは。ただし、あくまでも特許ですので、そこはご注意くださいと。それに加えて、VR2 のコントローラーに入れられるんじゃないかっていうふうな話を先ほどしましたけども、まあ、VR2 のコントローラーっていうのはもう、何年も前は言い過ぎか。最低でも1年前、2年前ぐらいには、最終的なデザインっていうのは確定していたんじゃないかというふうに思います。で、そういった製品が最近出てきた特許の技術を使っているかどうか、だろうか、どうだろう、みたいなね、そんな話です。以上、プレイステーションで使えるコントローラーに関わる面白い情報でした。楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。